タイジさん最高。テイジ兄は最高でしょ。そう、テイジさんとも仲良くなって俺嬉しかったなぁ。スプラトゥーン。最高でしょ。ね、マジでうまかったしね。クソかっこよかった、マジ。クソかっこよかった。もう、まさのりちゃんとか俺ずっと好きやけん。そもそも、その、別に今日の前から俺ずっと好きっちゃう。だから、まさのりちゃんのことね、本当に結構好きなんよ。そう、だからそんな別に絡んでもないし、別に普段そんな喋るわけでもないけど、タバコ止まらん、いや、止まらんね。ちょっと余韻がごめん。ちょっと楽しすぎて。そう、俺、まさのりちゃんはずっと好きやけん。だから結構飯とか行ったりしとったっちゃん、ちょっと前もね。で、久々会えてマジで嬉しかったし。いや、そう、しかもなんかさらっと、昨日、おとといの大会で初めて顔出したって言って、だからさ、そういうの言えよって言って、昨日、おとといで初めて顔出しとるのに、なんかそれを1ミリも触れずにさ、本人、言えや。何それ、おもろすぎるやろ。いや、それさ、あの、こっちはずっとさ、あの、まさのりちゃんの顔知っとうけんさ、あ、ユフィも昨日初？確かに。昨日座ってたわ、ユフィ。そうや。え、マジで愛されすぎだろ、じゃ、順に。すごくない？愛されてるやん。すっごいな。マジか。あ、初や、すごいわ。めちゃくちゃ愛されてんね。いや、じゃあ、ますますいい大会やったね。ユフィ可愛いよな。わかるわかる。めちゃくちゃ。いや、そう。やし、いや、てか、さ、なんか、ショコニーとかも、さ、なんか、前結婚式でさ、なんか、見かけはしたけど、絡んでな、あの、なんか、そう、喋れてなくて、同じチーム慣れて、喋れて、めっちゃ優しい人やな、あの人。なんか、超控えめやん。超控えめで、めっちゃ優しい人やったけど、とか言って、まあ、前出てくださいよ、とか言って、こうやってなんか、前に出したりしとった。つけて、前出てくださいよ、つか言いながら、そう。めっちゃ、とか言いながら、めちゃくちゃ良かった、マジで。超好きだわ。マジで最高だった。え、ベルクラさんも、俺、挨拶して、ちゃんと、え、はじめまして、つって、したらなんか、一緒に写真とかってさ、え、なんかめっちゃ話してくれて、普通に。え、超優しかった、ベルクラさんも。めっちゃあったかくて、いや、めっちゃ気抜きも見てます、とか言ってくれてから、いや、さ、そう、マジっすか、見ない方がいいですよ、とか言ってらっしゃる。やめた方がいいっすよって、そう。デッドバイデイライト教えてくださいって。え、ちくのぼさんも、パッと喋りかけてくれて、で、こう、はじめましてって言われたっちゃけど、俺、あの、結婚式で、こう、見かけたことだけあったけん、結婚式であったけど、あんま喋れなかったっすよねって言ったら、いや、そうなんですよって言ってくれて、そうそうそう。で、そっからパッと喋って、マジかよと思って、そのなんか、めっちゃ、あ、大石さんも、俺、あのなんかね、会場のちょっと階段登った上のとこかなんか見とって、それ見つけて、こそっと観客席に入って挨拶していった、そうそう。で、マジで、めちゃくちゃ良くて。ほんで、いやもう、いやてか、とりあえずさ、その責任に拾ってもらえたことがマジ、いやてか、ちょっと俺一個だけ自慢していい？いや、これ俺の本当に宝物やし、この自慢やけん、悪いけど俺配信で見せんけど、昨日終わった後に、関さんのサインもらった。関兄にサインもらった。いいやろ。いや、人生で初めて人にサインもらっていいですかって言ったわ。マジ緊張した。めっちゃ、いや、見せない。絶対に見せない。俺の。絶対に見せない。クソ羨ましいやろ。マジ。絶対に見せない。マジで。んちゃ。マジで嬉しかった。いや、俺、金玉にも次はサインもらうよ。マジで嬉しかった。そうで、それを速攻順にに自慢したって見てくださいよ。つって。したら、ちょうだいよ。って言われて。いや、絶対にあげないっす。絶対にあげないです。え、直すいいやん。ちょうだいよ。おもろすぎる。いや、新しいの、俺はもう、本当に、いっぱい友達できたと思った。勝手に。勝手に思ったよ。